時の果て、そこに住まう人は皆永遠の命を持つ世界での話。赤い実のなる木の下、ラララララ生まれながらに死の呪いがかけられた少女の話。街は澄んで青く光る湖畔、赤い実のお菓子屋。ちょっぴり寒くなった今日は妙に誇らしげ、自信作を売りに行く。待ってて今度こそ欲しいんだから。時計塔の見える位置、驚いた目さらしく賑やかね。ララルララッキー。もろげな街の隅、一人赤い実のパイ、どうですか。自信作なの、そんなの一つも売れないさ。少女を見て蔑む人たち、みんなと何も変わらないのに。美味しくできたのに、今日も声は届かないのね。まるで透明になったみたいだわ。そして誰もが知らぬふりをした。なぜなら少女は呪われてるから。死んだ世界でただ一人聞いてた少女の話。レンジいっぱいとニコリスマイル引っ提げ、少女はまだ諦めない。時計塔の針も空を刺してお腹も鳴る。そんな時ふと後ろから人が少女を押す。甘いカゴは落ちる。お菓子を踏みゆく人たち、平気な顔してさ。地面に拾い集める。ふともう一人の手が、ドロドロのパイをもむろに口に入れて、おいしいね。その声で心は溢れた。まるで輪郭を描いたみたいだわ。そして彼は手を差し出した。なぜなら少女に呪われてるから。死んだ世界でただ二人きりで遠い物語。狂ったみたいだろう。そしていつか笑う。